それでは演舞開演。じゃ、スターバックスのバレンタインフレーバー第2弾チョコレートチーズタルトとホワイトチョコフラペチーノをいただきたいと思います。ホワイトチョコ、前回のキツネチョコレートの私が美味しさがしますね。そしてこちらのチーズタルト、濃厚そうなクリームがたっぷり入ってます。ではチーズタルトからいただきます。まあ、結構濃厚なチョコレートチーズタルトだな。チョコレートが甘いんだけど、ところどころでチーズの塩気もきて、もっと大きなサイズで食べたくなる、そんなチョコレートチーズタルトです。おっと、次に備えてクリームを混ぜ混ぜしておかないといけませんね。くるくると回す、これもまたフラペチーノの醍醐味だったりで、タルトどこ行った、おい。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはホワイトチョコフラペチーノ、なんか雪が溶けていくように白が一つになっていきます。上から見てるとホワイトチョコの白と、まあ、クリームの白が分かれてるんですけどね。では飲んでみます。そうだね、ホワイトチョコはミルク感が強いから以前飲んだものより甘めで、甘党な方にはおすすめですね。まあ自分も甘党なんですけどね。でもチョコは苦いのも好きだったりするから、人間とは複雑なものです。チョコレートでこんな人生訓を得るとは思いませんでしたけど、チョコレートチーズタルトの方は外側のさっくりとしたタルト生地の心地よい音とともに、中のチョコチョコクリームの濃厚な甘さ、そしてほんのり香るチーズのさっぱり酸味が見事にマッチしていて、とても美味しかったです。そしてこちらの生チョコホワイトフラペチーノは、前回飲んだチョコレートフラペチーノと比べると、やはりホワイトではなくてミルク感が強いですね。チョコレートというよりはバニラアイスを飲んでいるような、そんな気持ちになりました。なのでチョコレートを求めている場合はちょっと物足りないかもしれません。本当にバニラをお手軽に楽しみたいというのであれば、こちらおすすめですね。今回は、まあ、飲み物とフードは1つなんですが、こちらのホワイトチョコフラペチーノはちょっとチョコレートを求めると物足りないという点があるので、4チョコレートチーズタルト、さっくりとした生地がとても美味しかったので5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。